マイケル・ファスベンダーはドイツ及びアイルランドの俳優。現在はロンドン在住。ミヒャエル・ファスベンダーとも表記される。出生国であるドイツでの発音はミヒャエルが近いが、主な活躍の場とするアメリカ合衆国ではマイケルと呼ばれている。身長183センチメートル。髪色は濃い赤毛である。ドイツ人の父と北アイルランド人の母のもとに、 西ドイツハイデルベルクに生まれる。母方の先祖にはアイルランド独立運動のリーダーであったマイケル・コリンズがいるという。2歳の時にアイルランド・ケリー県の町、キラーニーに移り住み、家族はそこでウエスト・エンド・ハウスというレストランを営んだ。カトリック育ちで同役をしていた。姉のキャサリン・ファスベンダーは神経心理学者として働いている。特技はピアノ。 アコーディオン、ギターの演奏。また、ドイツ語を流暢に喋ることができる。ヘビーメタルの愛好者でもある。2001年放送の HBO のテレビドラマ、バンド・オブ・ブラザースで注目され、舞台でも高い評価を得る。2007年、300、300のスパルタ戦士役で映画デビュー。2008年公開の、ハンガーで、 英国インディペンデント映画賞主演男優賞を受賞、ヨーロッパ映画賞男優賞にノミネートされた。2011年に主演作、シェイムシェイムが第68回ベネツィア国際映画祭で公開され、男優賞を受賞した。さらにゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートされた。2013年公開の、それでも夜は明けるで、 第86回アカデミー賞助演団優勝、英国アカデミー賞助演団優勝、ゴールデングローブ賞助演団優勝にノミネートされた。その2年後にはスティーブ・ジョブズでアカデミー主演団優勝にノミネートされた。光をくれた人で共演したスウェーデンの女優アリシア・ビキャンデルと2014年から交際を始め2017年10月にイビサ島にて近親者のみで 結婚式を挙げた。ありがとうございます。